どうもこんにちは、くまばちです。本日はですね、この間、えー、効率的な練習方法っていうのは、教則本をやることだよっていうですね、動画を出したんですけども、まあ、いわゆるね、教則本っていうのは、その一人のベーシストの冒険の書だよと、えー、その要はセーブポイントから始めることができるよみたいな話をしたんですけども、えー、今回はですね、えー、僕個人的にすごく勉強になった、すごく、えー、これはいい本だなと思ったおすすめの教則本2の3冊、えー、紹介していきたいと思います。で、えー、ガチでおすすめしようとしてですね、あ、これとこれいいなっつって、えー、3つ、 ピッックアップしたらですねどれも絶版だったんですよ。なのでですねえ、もし興味があって欲しいなと思った方はですね、えぜひブックコフとかブックコフ的なところでですね、えー、探してみていただければと思います。普通こういうのを紹介するときは、多分今売れてるやつとかを紹介するのがたぶ、えー、正しいのかもしれないですけど、でもあのいいと思ったやつを勧めますんで、すいません、絶版です、はい。というわけで紹介していきますと、まあ、あの、競争本と言ってもね、えー、なりたいベーシストとか自分のやりたいこととかにマッチした競争、えー、本とかがいろいろあると思います、はい。というわけで、まず まずですね、1つ、えー、おすすめしたいのはスラップを、えー、なんか極めたいなとかスラップをガシガシ練習したいなという人にまずおすすめするのはです、ね、この間の動画でもちら見せしたです、ね、こちらでございます、はいえー、史上最も過酷なスラップのベーススパルタ合宿、はい、これ前田美久光さんの教則本です。えー、僕はですね 毎度、前田ジ民さんさんの教本っていうのはもうすっごいいいよと。もうハズれの教本ないからもう全部買ってもいいレベルでいい本だよと、えー、言ってるんですけども、えー、スラップ系もですね、いろいろ出てるんですけども、まあ僕はすごくですね、これ多分いろんな人にお勧すすめしやすいです。結構この表紙的にですね、このスラップの中でもちょっとスパルタとかこう過激な感じの印象があるかもしれないんですけども、でもね、えっ、ー、と、やりごたえ感、確かに難しいは難しいんだけど、やりごたえ感がすごくあるし、それでもこの基礎的 的なテクニックからちゃんと書いてくれているので、この順番にね、えっ、ー、と学んでいけばね、すごく技術が身につくんですよね。はい。で、えー、これがね、なんで俺がこれこの教則もおすすめするかっていうと、えっ、ー、とね、この中身ちょっと見せれないんであれなんですけど、このね、半分 ちょい手間半分以下、このページ半分くらいに、いわゆるテクニック、30フレーズで、えー、まあ、この基礎練から調節テクを身につけるみたいな感じでですね、30個のフレーズが載ってるんですよ。で、この30個のフレーズがものすごい勉強になるんですよね。で、えー、たった30個でいいんですよ。で、この30個に、こうね、あらゆる技術が凝縮されてて、なんかね、よくね、こう、よ俺の中で良くない教則本ってね、 こうなんかね、やんなくてもいいようなフレーズが散りばめられてるのがあんまり良くない教則本だなと思うんですよ。なんか要はさ、やっぱりさ、本をさ、一冊作るのとかさ、フレーズをたくさん作るのって、誰よりも大変なんですよ。たとに、えー、フレーズを作ってもさ、やっぱ本の都合上、ページの都合上さ、多分足りないとかあるんだろうね。で、そういう時になんかちょっと前のフレーズをなんか改変したフレーズとかさ、なんか明らかに これやんなくても次のフレーズやれば身につくじゃんみたいなさ、なんかちょっとページの都合で足したようなフレーズっていうのがある教則もあるんだけど、この、この本に関してももうね、30個の、この最初のね、基礎練的な30個のフレーズがもうそういうのが一切なく、全部、一文一文に意味があるようなフレーズ、練習フレーズになってるんですよ。はい。で、だからこの30個のフレーズをやるともうスナップはかなり、 えー、テクニックを身につけることができます。で、この30個身につけたら、そこから先はですね、このアーティスト別、まあ、ベーススラップのね、名手の、えー、フレーズ集みたいなのをして、これもものすごいです。で、こっから先はもうかなり、えー、難しいテクニックになってくるんですけど、えー、まあ、こっから先は全部やるっていうよりは、好きなベーシストとか、やれそうなものをやってみる。で、そこから興味があったら深掘りしてみるみたいな感じでやるのが僕はおすすめだと思うんですけど、まずはね、この、 このスパルタ合この教則本の最初のね、この30フレーズ、スパルタ式練習メニュー30選。はい、これをやると、スラップはね、かなり身につくと思います。しかも、えー、もうね、すごくわかりやすく書いてあります。で、やり難しいは難しいんだけど、やっぱりやりたえとか達成感みたいなのはすごく得れると思います。はい、でもね、ほんとね、一言一言に無駄がなくて、すべてのね、この一言一言に意味があるような。 フレーズになってますんでこれはね、やっぱじっくり取り組んでみると、スラップうまくなりたいなと思ってる人にはいいかなと思います。はい。これがまあ1冊目です、ね。で、2冊目はですね、僕はあのー、基本的に教則本って裁断して、えー、PDF にしちゃうんですよ。まあ、電子化。昔は自炊って言ってましたけど、PDF 化しちゃうって今ちょっと手元にないんですけども、えー、これもね、やっぱ絶版なんですけど、これもね、前田ジミサービスさんの本で、えー、究極のピック引き練習帳っていう本が あります。これもね、やっぱものすごい勉強になります。あのー、ピック弾きって、えー、多分みんな、ほとんどの人が、まあ、ロックのピック弾き、こう、ルート弾きでね、シンプルなフレーズを、えー、弾くとか、そういうのをイメージする人が多いのかもしれないですけども、ピック弾きで、あらゆるジャンルでやるやり方っていうのを、えー、解説してくれております。で、これをね、俺読んだ時に、ピック弾きってこんなに可能性がある弾き方なんだなと思ったんですよ。普通にさ、まあ、 えー、まあ俺,俺とかはそんなにさもう正直ラルクとかさ、えー、ロック的なやつをピック引きみたいなレベルで考えたんだけど、えー、いろんなじゃなそれこそボサノボタボサノボサノバとかさ、はい、そういうさちょっとピック でやる普通みたいなジャンルとかが、えー、ピック弾きを使ってやってみたりとかでそれがさ別に何かそのつけ焼き場じゃなくてすごく有効的なんですよね、はい、ピックを使うことによってなんかもうより良くなるみたいな感じそういうのがすごく散りばめられててまあファンクとかもそうですよねはいでそういうのがいっぱい書いてあってこうねピック弾きの可能性を広げてくれますだからピック引きベーシストにとってはですねもうぜひ一回、えー、この教則本テレにとってやってみてほしいなと思いますはいで、えー、これがまあじゃあ2冊目ですで3冊目はですね えー、これもね自炊しちゃってないんですけどピアノ版があるなえっ、ー、とねこれ今初めてのジャズベースピアノ取るようなんですけどこれのねベース版池田達也さんがですね書いてる初めてのピアノ、えー、ジャズベースっていう本かな、はい、これもね これは、まあ、ね、ジャズをやってみたいなとか、ジャズってかっこいいなっていう風に、まあ、ジャズに興味を持った人とかね、なんかぼんやりジャズってどんな音楽なんだろうなと思ってる人にすごくおすすめです。えー、ジャズの、まあ、基本的ないわゆるウォーキングベースからですね、まあ、定番曲を使って、ウォーキングベースからですね、ベースソロまで、えー、書いてあります。で、これがやっぱ難易度がすごく優しいです、ジャズ。ジャズの教本ってね、基本どれもめちゃめちゃ難しいし、 まあ正直つまんない曲本がすごく多いんですよ。ジャズ系の基本って。まあストイックなんですよね。はい。そんな中でも。 やっぱりね結構曲をやって練習できるっていうところがあるのとまああとすごくねいい曲なんですよみんなスタンダードの有名曲ででいい曲ですごくねいいフレーズいいなんかねフレージングが散りばめられててやってて楽しいですでいてないのがそんなに難しくないですなのでまあジャズをちょっと興味あるなとかやってみたいなっていう人にはですねこの教本からねもうやるのがすごくおすすめですまあこれ以外もねおすすめたくさんあるんだけどとりあえず今3選ですね今日は、えー、おすすめも紹介してましたこのねね冊実は、ね、俺 前もね、以前も動画とかで何回もね、おすすめしてるんですよね。まあ、それだけね、やっぱりいい本だなと思いますんで、まあ、ちょっとね、絶版なのところがね、えー、申し訳ないんですが、えー、ぜひですね、えー、中古で、中古、中古になっちゃうのかな、えー、探してみて、興味がある人は探してみていただければなと思います。この3冊はね、多分ね、どれを、あの自分の目的にあって買えばね、もう全然損はしないと思うんで、おすすめです。はい。というわけで、本日の動画は以上でございます。また面白いなと思っていただけましたら、ぜひチャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。 昨日ね、俺ね、なんか、ちょっとね、ワインをね、調子に乗って飲みすぎてね、あのー、声がね、若干おかしいんですよね <laughs>。まあ、そんな感じでございます。はい。えー、というわけで皆さん、良い、えー、日曜日、土曜日をお過ごしください。それではまた次回の動画で、バイバイ。